最近乗るようになってるんだから、その座礁のやつもな。この前まで全然乗ってなかった。まあ、作ったのが日本っていうだけやからな。そうなんだ、うん、日本の船か日本の船が言ってるけど、いや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 、でも名前も日本の名前をつけちゃってんねんな。確かに、それはまあ広告になるというか、日本の船ですごいでしょっていうことで、うん、そうやな、逆みたいになっちゃったっていう、うん、33度ぐらいある。見てん、これ。これこっちからな。こっちから血を抜いてんねん、こうやって。これ固まってんねん、これ分かる。あ、出てってる、出てってる。もうこれだけで抜くんじゃないらしいんやけど。
これ冷蔵庫適当に入れといていい？借りるでこれ。うん。綺麗にいけた結構。うん。よいしょ。大丈夫や。お刺身？うん。魚持ってくって言ってるの？うん。刺身の盛り合わせで待ってるかいいかいいしゅやすい。下に置くのいいな。やっぱちょっと動きにくいわ。そうやろ、うん、なんかめっちゃこんなんなりながらとった。この動画そうやな。何言ってあげればいいの。何それ時すごい顔低いの。嫁切るとかや嫁おろすとかや。はい、じゃじゃん、友達のカエルさんできました。何で作ったの？カエル。いや、だから何で作ったの？クラフトバッグ。
あー、もう作った、うん、早いな。見て、カエルさん来た。ほんとかいかつおくんみたいな。取れてるよ。全世界に向けて配信するよ。アメリカでは訳されるかもしれない。ファッキンジャパニーズ、クレイジージャパニーズ。仕方やこの夜な。マッチ箱、マッチのサイズによるくない？Okay.